にちは、ジャデです。まもなく乃木坂46の真夏の全国ツアー2024が開催されるということで、本日は視聴者さんにですね、遠征の時のアドバイスや気をつけるべきことを聞いてきたので、それをじゃんじゃん紹介したいと思います。参考にしていただけると嬉しいです。ご協力いただいた皆さんありがとうございました。それではレッツゴー。たくさんの方に答えていただいて、タイムスタンプをね概要欄につけてるので、ぜひそこから自分が気になるよってところを押して見ていただいてもいいかなと思うので、本当にねアンケートにご協力してくださった皆さん本当にありがとうございました。私自身も今回の大阪公演で遠征して、それが初めての遠征なのですっごい心配性だからこそ本当に怖くて、新幹線に乗るのも今回が初めてなので、皆さんがねいっぱい答えてくださったので、どんどん紹介していこうかなと思います。1個目が基本のこと、持ち物だったりで、2つ目が交通機関共通のこと、3つ目が新幹線、4つ目が夜行バス、5個目が飛行機、次がホテルに、お一人様参戦の方に、そして女の子へっていう感じなんですけども、まず基本のこと、忘れ物がないか確認する、新幹線のチケットや飛行機のチケット、ライブのチケットと身分証明書は絶対、本当に何回も私も確認するけど、やっぱライブのチケットと身分証明書は本当にマジで重要。これがないと入れないし、最低限これがあれば大丈夫って言ってる方もいっぱいいた。早めにチェックリストを制作しておくと漏れがなくて済む。行きはなるべく荷物少なめで、日帰りなら荷物は少なめに越したことがない。そうだよね、日帰りなら荷物少ない方がいいよね。重たくなっちゃってもコインロッカーね、空いてないところもしかしたらあるかもしれないから、これやっぱり多かった。モバイルバッテリーとケーブル、モバイル充電器は2台持ちした方が安心、携帯には必ず充電があるようにする。コンビニでさよく貸し出せてる場所もあるんだけど、会場に近いところほどすぐになくなりがちって書いてあるので、やっぱりモバ充とケーブルは絶対に忘れない方がいいみたいですね。使うじゃんどうしたって、電車の時間調べたりとかすると結構消費しちゃうと思うから。次、これは夏だからこそっていう感じなんですけど、熱中症と日焼け対策、携帯用扇風機とか飲み物は絶対、帽子や汗拭きシート、うちわや日傘、会場に着く前に多めに水分を買っておくと安心。熱中症は本当に気をつけないと、ライブ始まる前に倒れちゃいましたっていうのはすごいさ後悔残っちゃうだろうし、熱中症だけにはお互い気をつけましょう。本当にこれはお泊まりだ特にって感じだね。メイク道具、スキンケア用品はいつも使ってるものを小さめのサイズを準備しておくと荷物が減って楽になります。ヘアアイロンとかは髪の毛長いと小さいのは不便なので、惜しまずに普通サイズの持っていくと朝の準備の時間が短縮できます。ホテルに泊まる子とかはさ、シャンプーとか備え付けのあると思うけど、それが自分に合うとは限らないから、いつも使ってるもの小さめのサイズとか、やっぱヘアアイロンとかはね惜しまず持っていった方がいいと思うっていう意見をいただきました。お金を分けて、非常用のお金などを準備する、多めに計算をしておいて1万円程度、新幹線で買えれる金額を多めに持っていく、グッズ販売が現金のみの取り扱いの場合もあるので、ある程度は現金を持っていった方がいい。でもそうだよね、まあ、でもスリとかには合わないように、落としたりはしないように、そこだけ注意だけど、なるべく多めに持ってった方が安心ではあるか。次、大きい荷物のリュックやキャリーバッグとトートバッグで分けて持っていくと、到着して荷物を預けるときやコインロッカーに入れるときにバタバタしない。ライブのものをキャリーとかに入れといちゃうとバタバタしちゃうと思うから、もう行く前にお家でいろいろ分けておいた方がいいよね。次、念のためにサイリウムの予備の電池を持っていく。これ言ってる方いっぱいいた、なんかあった時のためにってことだよね。次、酔い止めや頭痛薬はすぐ取り出せるようにポーチにまとめておく。そうだよね、なんかあった時にすぐにパッて出せるようにしといた方がいい気がします。はい、ということで一旦基本のこと、いや持ち物のことは以上でございます。いや当たり前だろって思ってる方もいると思うんだけど、でも非常用のお金とかもそうだし、改めて言われてあそうだねみたいなのが結構多くて、チケットと身分証明書は絶対に忘れんなよ未来の私。次、交通機関共通のこと、特に電車のことです。ライブ後の帰りの電車や新幹線の時間などを逆算して余裕を持たせておくことが大事。ライブ途中で帰るのを防ぐためにも余裕を持つこと。いやそう、ライブの途中でね帰るって一番さ悲しいじゃん、逃すと帰れなくなっちゃうんで、最低でも15分くらい余裕を持っておくといい。皆さん書かれててそうなんだなと思ったことが、余裕を持たせるっていうのが本当に大事なんだなと思って、気をつけようって思った。気合いやろそんなん、黙って電車はしっかりアプリで全部調べて迷わないようにする。乗り間違いに注意。マジでね方向音痴すぎてそれだけが心配。乗り間違いとか全然違う方向行ったら大丈夫かなと思う。駅からはオタクらしき人たちについてきばいつの間にか会場についてます。でも本当にそうだよね、マジでそれは思う。リアミの時とかあれどっちだっけって思うことたまにあるけど、あこの人たちオタクだろうなと思ってついてくとちゃんとつくから、怪しい人についてちゃダメだよ、ついてちゃダメだけど、乃木坂のものぶら下げてたりとかしたら大丈夫な気がする。これは大阪会場の場合なんですけど、場所が
が京セラドーム大阪なので、間違っても京セラ前駅かっこ滋賀県に行かないように、最寄り駅は大正駅、 JR 大阪環状線、ドーム前駅阪神難波線、ドーム前千代崎駅、間違ってたらごめんなさいね、大阪メトロ、うわー、長堀鶴見緑地線、3つですね。これ読み方違かったら超恥ずいんだけど、間違えないように。間違えそう。でも滋賀には行かないようにします。さすがにね。なんで滋賀にも京セラ前駅っていうのがあるんだ。観光もしたい場合は地下鉄1日乗車券やバス1日乗車券が便利かもしれません。でもそっか、観光もしたいって考えたら交通費考えたら、前に大阪に行った時に路線が少し複雑だなと思ったので、一緒に会場まで行ってくれる人を募るのもいい。いませんか大阪に住んでいますが、京セラ近くは少しアングラな場所もあって、大阪会場の近くの居酒屋さんに少し悪いキャッチの方もいるので、基本的にはスルーがおすすめ。もうずっと下うつむいてよ。はい、という感じで一旦交通機関共通のことはおしまいです。次、新幹線。やっぱ新幹線とか夜行バスで行く方が多いのかな、どうなんだろう。飛行機の方も結構多いと思うけど、新幹線が一番多いのかな。新幹線は早めの時間でチケットを取ることが重要。新幹線が遅れてしまったりすると会見に間に合わない可能性があるので注意です。これは本当に注意です。お金はかかるけど新幹線の自由席は座れない時もあるので、指定席を予約しておくと安心。でも指定席は早く埋まりやすいので早めに予約をすること。特にさ、夏休み期間だったりするから、だから多分自由席はなかなか座れないんじゃないかなっていう意見が多かったです。新幹線の行き帰りの切符は事前に買っておくことをお勧めします。もし泊まりがけの場合は JR 東海の EX 予約などを利用した EX 旅パックがおすすめ。往復の新幹線代と宿がセットになっていて、単体で買うよりお得に泊まれる。これを言ってくださる方が結構多くて、それで調べたら単体ずつで頼むよりもセットの方がお得だったと思います。私は今回それで予約はしなかったんですけど、今後の参考にマジでなるなと思って。発車時刻に余裕を持っていくことがおすすめ。15分前にはホームに着くようなスケジュール構成をするのが無難。15分前なんだって私は思いました。と思って、なんかもう10分とか8分5分5分はやりすぎかもしれないけど、前ぐらいかなと思ってたから15分前気をつけますって思いました。改札を通った後は電光掲示板をよく見て、自分が乗る新幹線は何番乗り場から出るのかをしっかり確認しておく。いや本当にさ、新幹線乗るのが本当にさ初めてだからさ、新幹線乗り場にも行ったことないわけよ。だからどういう感じなのかがマジで想像できてなくて今っていうのもあるんだけど、何番乗り場から出るのかっていうのは本当にさ、これで間違って違うのに乗っちゃったらもう終わりじゃん。だからマジで気をつけようと思いました。やらかさざるを得ない。マジで気をつけます。乗る前に切符を見て自分の席が何号車何番なのかを確認しておく。一旦乗ってしまえば中の移動はいつでもできるから、とりあえず乗ってから自分の席をゆっくり探すといい。一旦もう乗っちゃえばこっちのもんなんだと思って、それは気をつけようと思いました。マジで迷わないように、なんなら20分前ぐらいにホーム着くように行きます。最後、もし終電で帰るのであればあらかじめ時間は見ておく。そう、大阪公演は多分終電で帰るっていうのは難しいと思うんですけど、本当に時間はね重要。アンコールそわそわした気持ちで見たくないじゃん。私はもともとそういう予定だったんだけど、視聴者さんとか周りの人にホテルでゆっくり余韻浸った方がいいんじゃないみたいな風にアドバイスいただいて、お金はないがそうするかと思って私はお泊まりに切り替えたんですけど、終電で帰る方がいるならね、あらかじめちゃんと時間を見ておきましょう。続いて、夜行バス。やっぱ夜行バスはね交通費かなり抑えられるので、3列または2列がおすすめ。帰り次の予定ないし安い方がいいなら4列でもいいですが、とっても体が痛くなりますし体がバキバキになる。私も最初調べた時にいとこのお父さんとかも3列とか2列の方がいいかなって、ビップライナーっていう会社さんかなをおすすめされてる方がいて、女性専用車もあるしラウンジまで使えるからおすすめですって言ってる方がいて、ラウンジなんてあるんだってすごいびっくりしたんですけど、夜行バスは乗り遅れると待ってくれないので事前に乗り場を確認、余裕を持って集合場所へ。ねえ、そう、行き慣れない土地だからこそ場所間違えちゃったとかでさ乗り遅れたら最悪じゃん。野宿ですかってなっちゃうから。夜行バスの充電器はコンセントタイプと USB タイプがあるので全部に対応できるようにしといた方がいい。どっちも持っていけば安心。書いてあるのにないって時が一番あれなんだけど、全部に対応できるようにしとけば大丈夫だと思うし安心って言ってる方が多かったので重要なのかもしれない。アイマスクがあれば寝やすい。首枕はマジで必須。ずっとバスで寝るって考えたらさ首枕があった方が楽だよね。バスの中は無音なので乗るまでにご飯を食べておかないと大人ってめちゃくちゃ気まずい。やっぱそうなんだ。お腹すくと途中で食べるの躊躇するので乗る前にご飯いっぱい食べて寝てればつきます夜の便ってなったら静かすぎてね気まずいよね。どちらかというと通路側の席を予約するのがおすすめ。隣が先に降りなかった場合
いめちゃくちゃ出にくい。難しいよね。窓側の席の方が酔いづらいかったりとかする人もいるかもしれないし、予約するとき重要かもしれない。次、シートタイプのメイク落としがあると便利。いやマジでそうだよね。思いつかなかった全然。シートタイプのメイク落としがあると多分結構便利だと思う。ラスト、車内は思いのほか冷房がきついので、暑くても軽く羽織れるシャツやパーカーがあるといい。そうなんだと思って教えてくださる方結構いたので、はい、という感じで夜行バスターンでございました。お昼の便は乗ったことあるんだけど、夜の便は乗ったことがなかったからすごい参考になりました。はい、ということで次飛行機です。書いてくださる方少なかったんですけど参考になるかなって思います。とにかく時間に余裕を持って空港で手続きをする。ピーチとかジェットスターなどの LCC だと出発時刻の30分前には搭乗手続きが締め切られちゃうので注意です。そうなんだ。ピーチとかジェットスターってよく聞くけど、そんなに早く締め切られちゃうんだ。手続きが済んでも金属探知機による検査で混雑するので1時間前に行った方が堅実。混んだり大きかったりする空港は1時間半前でもいい。飛行中にいじるもの、扱うもの、携帯や目薬、仮眠用アイマスクなど以外は全て棚の上に置く。飛行機乗ったことないからさ、新幹線もそうだけど想像ができなさすぎて、新幹線のキャリーバッグとかさどこに置くんだろうって悩み。会社にもよるけど機内で使える Wi-Fi があるので離陸前に準備をする。ラスト、シートベルトはちょっときつめに締めとくと不安が紛れる。私ほんとジェットコースターとか浮遊感があるもの結構苦手だから、これはマジで気をつけようと思った。さあ続いて宿泊の方向けです。ホテルの話をします。これは予約するときに大事なことだったりとか当日大事なことをね、いろいろ教えてくださったのでお話ししていこうと思います。会場から少し遠い方が安いところが多い。さらにホテルの最寄り駅から会場近くの駅までの乗り換えの数や行きやすさを調べておくこと、行きやすさを重視してホテル選びした方がいいよって教えてくださる方が何人もいらっしゃいました。あとそのホテルの最寄り駅からホテルまでの距離もちゃんと確認した方がいいと思う。私が一番今回ホテル予約するときに心配だったのが、最初違うホテルを予約してたんですよ。京セラドームからホテルまでちょっと遠いっていうのと、ホテルの最寄り駅からホテルまでの間、その時間がちょっと怖いなと思ったんです。ライブ終わった後にすごい楽しい気持ちでホテルに向かってるのに、そのホテルと駅の間で大丈夫かなっていう不安がやっぱりあって、そこは重要なのかもしれません。電通に関しては夏休みシーズンなので、やっぱり泊まるなら会場から徒歩圏内もしくは 2,3 駅とかの近場が理想。ホテルのチェックインは午後15時頃のことが多いので、その前に着いたらフロントに荷物を預かってもらう。預けちゃう方がコインロッカーを使わなくても済むし、重い荷物をずっと持たなくていいから便利。これはマジでね活用します。絶対に使えるサービスはちゃんと使いましょう。ホテルの周りに何のお店やコンビニがあるかも要チェック。大抵のものはホテルにあるので、その取捨選択が荷物の量に影響する。マジで本当にそうだと思う。ドライヤーとか絶対あるから持ってかなくていいし、節約するならホテルの朝食はカットしてコンビニなどで済ませる。そう、ホテルの朝食高いところ多かったりするから、カットできるならカットした方がいいと思う。ラストです。ライブ後はしっかり余韻に浸る。これはやっぱりホテル泊まってる人の特権というか、ホテル泊まってるからこそできることっていうのあるかもしれないから、ちゃんと余韻に浸る。さあ続いて、お一人様参戦の方へ。今回私初めてのお一人様参戦なんです。ライブね、マジで怖い。行きましょう。一人だと待ち時間が長く感じてしまうけど、会場まであっという間に来て気づいたらライブが迫ってくるから全力で楽しむこと。ライブは一人でもいっぱい楽しめます。ほとんどのライブは短番で参加しているのですが、近くの人と仲良くなれたり、一人だから大声で全力でコールできるので全然大丈夫です。女性からの意見なんですけど、近くの人と仲良くなるっていう感覚がまだ未だになくて、今回の大阪公演、近くの方が優しい方のことを願うって感じ。会場周辺は夜の治安が悪い時もあるので、例えば知り合いに合流したり集団にくっついて行動するなど、ライブ後はなるべく一人で歩かないようにする。マジで気をつけます。生写真を買う場合は、これやっぱり一人だと狙われやすいのかなってちょっと思うんだけど、狙われやすいって言い方もあれだね。出口で誰推しですか、いや撮れしましょうと声をかけられることがありますが、無理な撮れ案を押し付けられることがあるので要注意。中にはいい人もいますが、断ることをお勧めします。本当にこれは気をつけましょう。旗などとの写真を撮る際は、一人でいる方で困ってる方に声をかけて撮ってあげた後にお願いするとお互いに助かると思う。マジでこれはディズニーと同じだなと思った。自分が誰かに撮ってほしいなって思ったらさ、困ってそうな人に声かけてさ取り合うみたいなことがあるじゃない。誰かに助けを求めるっていうの本当に苦手だけど、思い出のために絶対にこれはやった方がいい気がする。続いて、観光客を狙った詐欺や痴漢に注意。露出しすぎる格好はしないようにします。でも暑いんだよね。ホテルに泊まるならライブが終わったら早めに帰るのが吉。特に慣れない場所だと土地勘もないし、せっかくのライブ遠征事故に巻き込まれたら元も子もない。本当にそうだよね。さっきのトレアンとかに関してもそうだけど、巻き込まれちゃったりとか、そういう
ういうことに狙われやすかったりするから、マジで気をつけましょう。私なんかあって怖いってなったらすぐ X でつぶやくんで、誰か迎えに来てね。ラストです。一人参戦で新しい出会いがあるのも一人参戦のライブの醍醐味なので楽しんでください。ありがとうございます。どうにかこうにか頑張って楽しもうと思います。一人でさ、どっかに行くとか、ご飯屋さんに行く、ショッピングに行くとかも、一人カラオケとかも本当に苦手というか、一人カラオケに関してはやったことないから、一人旅が乃木坂ちゃんのライブで良かったなって思ってはいるし、言い聞かせてる。はい、次、女の子へです。まあ女の子に関わらずかもしれないんですけど、まあ特に女の子にやっぱ注意しておいた方がいいかなっていうことを教えていただいたのでご紹介させていただこうと思います。夜はなるべく大通りを歩くこと。見知らぬ土地の人気のないところには絶対に行かないね。マジで気をつける、怖いから。妹が気をつけていたことですが、ライブ前に着る服とライブ直前に着る服分けているらしい。汗で特に T シャツだと透けちゃうのがいやらしくて、そうしてるみたいです。夏だからこその悩みじゃん、透けちゃうとか。ライブはずっと立ちっぱなしでいろんな疲れが出ちゃうと思うから、休息時間やメディキュットはあるといい。休息時間は匂いついてるやつもあるから、夜行バスとか移動の時にはつけられないかもしれないけど、メディキュットとかの着圧ソックスとかなら全然履けるから。いっぱい歩いた日でもさ、何もせずに寝ちゃうと次の日の朝体重かったりとかするじゃん。私絶対持ってくって思った。これはホテルを予約する時のことだったんだけど、レディースフロアやまたは自分の宿泊する階にしか止まらないエレベーターがあるところだといい。なるべく駅近で人通りが多そうなところだと本当に安心です。レディースフロアとか全然考えたことなかったと思ったんだけど、でもやっぱりなんかあってからじゃ遅いからっていうのもあるから、気をつけましょう皆さん。一人参戦で女性エリアじゃない場合は、気持ちカジュアルめな服装がおすすめ。これ本当に考えてなかったから教えてくれてありがとうって感じ。これ最後なんですけど、この子は YouTube で言わなくていいんですけどっていう前置きをつけてくれたんだけど、なんかあった時に焦っちゃうと思うから、これは YouTube で言わなくてもいいんですけど、生理用品は予定日じゃなくても一応持っといた方がいいですっていうんで、コンビニとかに売ってたりとかもするところもあるけど、まあなかったら結構ピンチだし、まあ持ってた方がやっぱり安心だから、はい、という感じでここからまとめに入るんですけど、私も思いついてなかったこともたくさんあったから本当にありがとうございますって感じ。まず簡単な行動計画と事前にしっかりした調べをしておくこと。心配性なくせにこういうことしないでズボラな人だから気をつけます。次、初めての場所は全然わからなくてミスも増えてしまうので時間に余裕を持って移動すること。これは本当にたくさんの方が時間に余裕を持ってって教えてくださったので気をつける。前の日はちゃんと寝ましょう。徹夜で行くと暑さでやられてしまうのでちゃんと寝ましょう。まあ夏だからこそって感じなんだけど、熱中症にならないためにもちゃんとみんな寝よう。次、貴重品の管理はしっかりする。特にお財布は常に確認をしましょう。いつの間にか落として身分証明書がってことにならないようにしてください。この人が実際になっちゃったらしくって、この間のアンダラで。だから本当に皆さん気をつけましょう。次、お金もある程度現金で持っていくこと。携帯の充電は鬼重要。本当にこれはたくさんの方が出て、やっぱり今の時代 SNS も開くし、写真とか動画も撮るし、地図とかさ調べたりとかするから、本当に充電器、モバ充は持ちましょう。道に迷ったり困りごとは駅員さんや周りの人に遠慮せずに聞きましょう。そういうの私苦手だよって感じだからあれだけど、迷ってうーってなってて会場つけなくてプチパニック起きちゃうけど、本当に遠慮せずに聞こう。次、トイレは余裕を持って済ませること。本当に毎回もう本当に今日の教訓は余裕を持つことマジで重要。続いて、事前に美味しいお店は調べておいた方がいい。現地グルメは一つだけでも食べておくこと。絶対たこ焼き食べるから私、何が何でもたこ焼きは絶対食べる。ただし楽しくなって思ったより気が大きくなりがちなので、お金の使いすぎには気をつけること。駅弁とか食べてみたいなとか思うけど、そんなお金ないでしょ私には思うから。最後です。不安や大変なこともあるかもしれないけれど、楽しんだもん勝ちだから思いっきり楽しむこと。今回皆さんにこういう形でいろんなアドバイスをいただいて、大丈夫かなっていう心配事がちょっと減った気がする。皆さんのおかげでね。やっぱ第一はライブを楽しむための心配事だったりとかするから、楽しむことを忘れずに、まあやばいだけの遠征じゃすごいさ、もったいないじゃん。余裕を持って行動できるように、時間もそうだし荷物とか気をつけましょうという感じで、今回は私の視聴者さんたちに遠征のアドバイスをお聞きして教えていただきました。こうやって私みたいにまだ遠征行ったことないって不安な気持ちの人も一定数いらっしゃるかなと思うので、ぜひ参考になっていたら嬉しいなと思います。気をつけること多いけど、気をつけないとダメなことだからこそ気をつけましょうって感じ。
この動画が少しでも良かったなとか参考になったよとか私の視聴者さん神だなって思ってくださった方はぜひチャンネル登録、高評価、コメント、そしてプラスの拡散もぜひよろしくお願いします。年内チャンネル登録者数様5000人様を目指しております、あちゃらつと申します。夏休み期間が始まるよ、前置期間始まるよってことでこの夏も皆さんと一緒に楽しめたら嬉しいなって思いますし、やっぱ今年は去年以上に盛り上がれたら嬉しいなって思うのでぜひ皆さんご協力いただけると嬉しいなと思います。ぜひよろしくお願いします。 X、Instagram、TikTok、その他の SNS もやっていますので少しでも気になったなって思ってくださったらチェックしていただけると嬉しいです。待ってます。本当に今回ねご協力いただいた皆さん本当に本当にありがとうございました。参考にさせていただきますし、見てみたい企画とかメッセージあったらくださいっていう今回も作らせていただいたんですけど、そこにねいろんな企画のリクエストとかもいただいてすごい嬉しくて、あと会場で声かけていいですか、写真撮っていいですかっていう方がいたんですけど、ぜひって感じ。写真に関しては一緒に撮ろうねって感じなんだけど、いっぱい声かけてほしい。誰々ちゃんを推してる方が見てくださってるんだとかがやっぱグッズとかで見えて撮れたり、生の声でこの企画好きですって教えてくれるのがすごい嬉しくて声かけてほしいなって思います。大阪の Vlog もお楽しみに。それではまた次の動画で、バイバーイ。ご協力いただいた皆さんありがとうございました。